このフォースシーズン、スタートするにあたって、唯一 TT 埼玉だけが、前の3シーズンで決勝に進出ができてないっていうチームでもあるので、まあ、今季は必ずというやっぱ気持ちでいるのと、まあ、チームとしてはやはり、上田にはこの2人が入ったことによってかなり厚みが増して、まあ、本当にチームとして良くなったかなと思っているところと、やっぱりこの4月からものすごい強化をしてきたので、この宮上田に関してもそうですけど、既存の陣、相田、松平、篠塚、曽根で今五十嵐という選手も入りましたけど、もう強化してきて、かなり仕上がってきているので、本当に今試合するのは楽しいかなという状況です。はい、目標はもう優勝です。チームとしてはもちろん優勝ですし、やっぱりこの T リーグというこのオリンピックで5種目で4つを取った競技の卓球というのをさらに盛り上げていくためには T リーグというのは不可欠だと思っているので、まあ、チームの優勝というのはもちろんですけども、やはりこの卓球人気というのをどんどん上げていくために、重要なチームになれるように、試合の面だけじゃなくて、やっぱり人気を上げるための活動というのも、さらにしていきたいなと思っています。はい、まあ、会場にね、なかなか今コロナ禍ということで来ることが難しい方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、その中でもですね、やっぱり生で見ていただくと、全然迫力が違いますので、やっぱできる限り生で見ていただきながら、間近で選手のプレーを見ていただければ卓球の凄さがより分かると思いますので、ぜひ会場に来ていただいて、そしてその中でも特に TT 埼玉を応援していただいて、ぜひ一緒に優勝できるように、頑張っていきますので、今シーズンも応援よろしくお願いいたします。